ご覧いただきありがとうございます。ラシタリです。本日ご紹介するのは、オールデン975-9751 ロングイングチップコード版になります。はい、久々の、ロングイングチップのご紹介になると思います。まあ、アメリカントラッドといえばもう外せないのが、このロングイングチップですね。こちらの、つま先のこちらの切り返しのウィングチップのデザインからこのように真横に、スーッと、かかとまで伸びるデザイン、はい、こちらの切り返しが伸びるデザインを、通称ロングウィングと、呼んでいます。昔の、ヴィンテージシューズですと、代表されるのがフローシャイムとか、まあ、ハノバーだったりとか、あの辺が有名どころですね。で、私もフローシャイム、ゲムールと、あともう少しシルエットが少しスマートな、バーシティというモデルも、所有しています。まあ、なんといっても、この最大の特徴はこのボリューム感ですよね。はい、このボリューム感とそれでありながらこのコード版の上品な光沢感が魅力の一足になります。はい、そこのあたりは、ダブルソールになっていて、ストームウェルト、はい、360度のストームウェルトと重厚感がしっかりある、ディズニーらしい一足になると思います。やはり一足は持っておきたいなと思う男心をくすぐるような一足に仕上がっています。今回は二足、ちょうど色違いが入荷いたしました。975、こちら975はバーガンディ、9751はブラックになります。オールデンの大体名前の付け方というか、型番の付け方言いますと、大体、バーガンディのものに対して、プラス1品番を1個出すと大体ブラックになるっていうような印象がありますね。990オールデンのプレーントゥーの990も、1足すと9901になるとバーガンディからブラックになったりとか、しますので、まあ、そういったちょっとした法則性もございます。で、こちらの使用感をちょっとそれぞれ見ていきたいと思います。はい、まずは975のバーガンディの方ですね。はい、こちらは当店で A ランクという扱いにさせていただいています。詳しいところを見ていきますと、つま先は、ヴィンテージのスチールでしょうか、はい、が入っています。ちょっとこのタイプのヴィンテージスチールは珍しいですね。ちょっとどこかはちょっと不明ですけども、はい、溝が入ってないツラーのタイプはなかなか見ないですね。どこのでしょうか、どっかのオリジナルでしょうか。まあ、もう一つ仕様の変更としてはコンチネンタルが入っています。コンチネンタルのヒール、はい、まあ、車好きの方ですとも、ご存知のドイツの、タイヤメーカーですね。最近はミシュランとかもソールとかリフトとかも出していますね。ラバーも、私も、実はコンチネンタルのヒール実は、交換したことがあるんですけども、リブラムのものと比べると少しちょっとクッション性があるというか弾力性が若干あって、こっちの方がグリップ性がちょっとあるかなっていうような印象がありますね。まあ、値段もそれだけちょっとするので、まあ、ちなみに全く測れてない状態ですと、このコンチネンタルの部分がですね、ここに金色の、ロゴになってるんですけども、もう大体もう1分ぐらい入っただけで大体もう落ちます。金色のあのロゴは一瞬にして真っ黒になります。まあ、そんなちょっと小ネタもございます。で、こちらは多分積み上げされてますね。はい、元のオリジナルのリフトの上からポン付けしているような形ですね。はい、ですので、大体おおよそ通常よりかは1センチ、積み上げされているかなと思います。で、アッパーの方を見ていきますと、まあ、特に、これといった大きな傷とかはないですね。はい、とても、肉厚の個体ですね。こちらは非常に個体としては素晴らしい、状態かなと思います。シワの入りとかもごくごく自然な入り方かなと思います。はい、まあ、このような感じで、はい、で、ロゴもしっかりと大きくくっきりと残っています。はい、続きまして9751ブラックのコード版の方ですねの説明に参りたいと思います。こちら当店での扱いは AB ランクとさせていただいています。詳しくこちらを見ていきたいと思います。こちらは、つま先には、ヴィンテージスチールですね。通常のタイプのヴィンテージスチールが、装着されています。で、かかとの方を見ていきますと、こちらも、はい、同じくコンチネンタルが積み上げされています。同じような感じで、元の、リフトからつけている形ですね。
ここの部分見ていきますと、わかりますかね。ちょっとだけ、継ぎ足しをされています。はい、元のところから。なので、配達回数的には、ちょっと先ほどの975よりは、若干、あるかなというような、感じがしますね。はい、アッパーの方を見ていきますと、はい、こちらも特に、大きな、それらしい傷というのはないかなと思います。まあ、若干、下り具合が若干、さっきよりかはあるかなというような、ぐらいですね。まあ、普通に、相対的に見たらそうなるかなというような感じです。まあ、C というのはここに、ちょっとへこみのようなのがあるかなという感じですね。おそらく屈曲した時にこの、ウィングチップのこの切り返しのこの部分ですね、先端がこう屈曲した時にこう当たったんじゃない、当たってるんじゃないかなという感じですね。ちょこちょこと。はい。まあ、それぐらいでしょうか。はい。まあ、突っ込めば、まあ、本当にそれぐらいかなというような感じですね。はい。まあ、ロゴはこのように、しっかりと残っています。この辺のスリーもこの辺のスレとかも、まあ画像の方で確認していただければと思うんですけども、まあ若干あるかなっていうぐらいの程度で、もうほとんど、こう大きく違和感があるほど擦れているようなものはないです、はい、こちらもそうですね、はい、まあ、それぐらいの使用感になっているかなと思います。中底とかも、最大で3ミリぐらいですかね。はい、3ミリ、5ミリもいってないかなと思います。まだまだご自身の足に馴染んでいく、沈み込み具合ですね。コルクの沈み具合が。はい、はい、サイズ化の説明に参りたいと思います。はい、まず、975、こちらですね。こちらが、バリーラスト8ハーフになっています。他の、ブランドで比べますと、およそですけども、パラブーツのシャンボードを 8F あたりとか、エダードグリーンの、202ラストを、88E とかで測れている方がおよそ適合するサイズ感となります。でこちらの、9751ブラックの9751の方が、8D バリラストの 8D となっています。他のブランドと比べますと、パラブーツのシャンボード 7.5F、エダードグリーン202ラストを 7.5E とかで測れている方がおよそ適合するサイズ感となります。その他サイズ感に不安がございましたら、下のコメント欄または当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせいただければと思います。こちら両方ともメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りさせていただきます。最近は、特に、まあ、975の方ですけども、あまりここまでいい個体というのは見かけなくなってきたなという気がします。生産数もちょっと少なくなってきたのかもしれないですね、はい、今のうちに、お早めに手に入れていく方がよろしいかなと思います。年々オールデンの低下というのはどん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 右肩上がりという状態ですので、お早めにご検討していただければと思います。ぜひともご検討よろしくお願いいたします。失礼いたします。